はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでひろしさんですね。はい、エリートのエキストラエディションですね。こちら一つで今日発送します。3時半からグループブレイク一応やろうかなと。よいしょ、あと30分、ちょっと PB できるとこまでやろうかなと。はい、チェック。あ、逆だ。まずこれインサートがあって、インサートのシリアルがあればここ赤色以外のものが来るという感じですね。はい、赤がまあ基本シリアルなしで、ここにだいたいシリアルがいると。はい、うん、であと下2枚がサインかレリックになったりしますね。はい、ライアン・ラスコさん、はい、あ、少ないね。60だ。60は結構少ないですよ。うん、プライムナンバー。それとマッシュ・ウッドさんで、ここにベースがいます。だいたいその繰り返しですね。あ、青とオレンジですね。はい、青は赤じゃないんでね、シリアルはあるけどちょっと大きめで、エリック・トーレスさん、はい、こっか、はい、275で、インサート・オートとレリックですね。はい、カイブッシュさん、ヘンゼルさんで、レリックですね。ケイドさん、これもケイドさん、はい、これインサートですね。はい、コリン・フックですね。で、ドミニカリーグの24シリですね。うん、ステータスだ。ステータス大カットってやつですね。はい。で、ハッケンバーグ、アトランタ、85。あ、結構少ないの出ますね。結構大きいんですよ。あ、これドミニカ399ですけど。はい、結構まあそのぐらいの数字の大きいものが多いんですが、あ、スキンズ出ましたね、うん、インサートですけど、で一瞬これゴールドっぽいんですけど、あのチームカラーっぽいんでね、初めて店長もこれスキンズ出した時ゴールドと思ったけどね。はい、でサインですね。ハースさん、ウィセン・ナットさんっていうの、カーサムさんですね。よいしょ。で、あとレリックがもう1枚あるから、これがワンオート、ワンレリック。あ、光ってるな、これ。光ってる。はい、ゴールドかな。はい、ロサンゼルス。リオスさん。で、この下。はい。お、ゴールド24シリですね。うん。で、コルト・エマーソンの、一応オレンジのレリックですね。199。はい。で、ベース。これは2000年のエリートのデザインですね。はい、懐かしいです。エリートは98年、99年。まあ、2000年あたりは天下取ってましたね。もうインサートセットが素晴らしくて綺麗で、ドンラス社、プレーオフ社ね、とてもいいカード作ってたんですよね。はい、一応サインのとこだけとりあえず言っておきました。あとまあレリック2枚とですね、まあ、結構なんかインサートオートは2枚3枚あったもののですね、まあ結構小シリも多かったなというところです。うん、まあこれドミニカですけど、他はね、うん、これはあるかね、60とっていう感じでした。はい、
じゃあこちらでね、今日発送いたしますのでお受け取りよろしくお願いします。ありがとうございました。